国内すべての工場で稼働を再開です。トヨタ自動車は台風10号の接近に伴い、先月28日の夕方以降国内すべての工場の稼働を停止していましたが、今日夕方から順次再開しています。また型式認証をめぐる不正で今年6月から生産を停止していたヤリスクロスなどの3車種についても、今日から宮城県と岩手県の工場で生産を再開しています。